そば芸能人筋入りますね。そうですね、もうそばですね。そういう気分なんで。どうもフロントです。いやー、今日はこれからですね、首都高速の西の端っこ高井戸インターチェンジからね、乗って首都高を走ってみます。今日はね、まあ土曜日、平日ではないんでそんなに混んではいないんじゃないかと思っていたんですが、意外に普通に下道が渋滞していたんで、ここも混んでるかもしれないな。永福幡ヶ谷で渋滞断続って書いてあったからな。合流がバイクさん入れてね。はい、ありがとう。GSすごいね、 GS でバイク便。でこれの道まっすぐ、実はこれはですね、中央道と、直結してる道路で、今私は上り方向行ってますけども、この反対下り方向ですね、下り方向は中央道と直結してます。でそして三鷹料金所っていうのがあって、そこからね、西側中央高速になってるんですけども、この土日はね、本当中央道ってすごい渋滞するんですよ。本当に早朝にその八王子までの間抜けない限り、まあ三鷹料金所から八王子まで何キロなんだろう、とにかく全部ね渋滞つながっちゃうこともあるんで、結構しんどいんですけど。首都高エリアになります。これからですね、今、首都高4号線というのを走ってるんで、首都高4号ですね、走っていて、山手トンネルというところを通って、湾岸道路に出ようと思ってます。やっぱり渋滞ですね。今日は週間の天気予報でいうと、ピンポイントで曇りとか雨みたいな感じでね、非常に天気が悪いようなことを言われていたんですが、まさかまさかのですね、金曜日かに連日撤回みたいな感じでね、天気予報が晴れになりまして、おこれは出かけられるぞみたいな感じで、バイクに乗ってるわけですけども。いや、ほんと天気予報が当てにならない。週間天気予報は本当に当てにならないですね。C2 湾岸線。このルートを使っていきます。ね、新宿出口の先、4号線？あれ？いつの間に2人乗り禁止になったんだろう。昔からかな？今気がついた。からですね、首都高の C2 と言われております環状線、環状線のですねトンネル部分に入ろうと思ってます。結構こう高い位置からですね、一気にぐわっとこう地下に潜っていくというですね、豪快なコースです。豪快なのはいいんですが、このトンネルの中がですね、冬でも暑い、汗かくぐらい暑いんですよ。
こはちょっとねあまり好きじゃないんですけど、もう早速渋滞街。まあ冬はね外が冷え冷えなんで、このトンネルに入った瞬間あったかくていいんですけど、なんせこれが長いんです、この大和トンネルというのが、山手トンネルね、しかもこうやってねあっちゃこっちゃ渋滞してますし、であったかいをね通り越すぐらい暑いんですよ。一体何度あるのってねいつも思うんですけど、これねおそらくあの 40R とかですね、あの温度計がついてるやつだと、で走ってる人だとね何度あるか分かるんで、ぜひねその 40R でモトブログやってる方とかいたらですね、あの温度測って紹介してほしいですね本当に何度あるんだろう。でですね、湾岸道路からですね辰巳インターで降りて、若洲海浜公園に向かってます。東京のね、ライダーさんですと、この若洲海浜公園、若洲海浜公園、非常に有名なあのバスのスポットだと思うんですけど、今日はですね、エスプレスライダーさんっていうモトブロガーさんがですね、ちょっとミーティング、オフ会的なミーティングをするということで、何人かのライダーさんが集まるようなので、私も参加しようかなと思ってます。エスペースライダーさんとはですね、以前また別の、バイク乗ろうぜというチャンネルをですね、ちんやさんという方がですね、ミーティングをされるときにいらっしゃって、そこでお会いしたことがあるんですけど、今回2度目になりますね。実は私自身、YouTube、モトブログをやってる方とのですね、オフ会というか、お会いするのって、前回その、バイクドローゼの深夜さんとは初めてだったんですよ。ですから、今回その SBS ライダーさんも初めてお会いするライダーだったんですが、やっぱり皆さんとそうやってね、お話したり、情報交換したりするの、すごい楽しいんでね、今日は、その、若洲海浜公園に行こうかと思ってます。やっと地上が見えてきました。光が見える。眩しい。眩しい。そして寒い。冷える。いや、この温度差はね、かなりきますね。はい、ここは大井ジャンクション。ちょうどね、C2 と言われる環状線から湾岸線へと、アクセスをするところですね。はい、この辺がですね、お台場って言われるところですよ。で、ちょっとお台場が過ぎちゃいましたけども、ビッグサイトですか、そういったところがあるところですね。車線もね、一気に4車線になってますので、インターに近づいてきたので、ここで私は降ります。新木場でしたね。新木場、若洲公園行くにはこの東京ヘリポート方面というですね、こちらの方を右折するようになります。ライダーさんも増えてきたな。いや、明るいうちに若洲公園来るのって久しぶりですね。だからあのでっかい風車なんかもうあらかじめておおみたいな、改めてでかさを感じますね。で、これまっすぐ行くとですね、ゲートブリッジというなんていうのかな、ちょっと大きめな橋があって、これも走りごたえのあるところです。東京の方はよく分かってるかと思うんですけど、地方の方とかね見てもらうと、おお、飛行機が、羽田空港が近いんでこうやってね飛行機がね降りてくるのを見ます。よし、そして二輪車は駐車料金が無料なんです。なのでこっちから入っちゃっていいそうです。
若洲海浜公園着きました。バイクはここらしいんですが、エスプレスライダーさんがいらっしゃるのはなんかこの辺かしら。あー、人いっぱいいますね。あ、こっか。もうすっかり日が暮れてしまいましたけどね。まあ皆さん開始時間からですね、4時間ぐらいずっと喋ってたかな、思い思い。いやー、でも楽しかったな。いやーね、今回はバイク好きの集まりでは当然あるんですけども、やっぱりモトブログやられてる方、いわゆるモトブロガーさんが割と多かったっていうのもあって、まあ普通のバイク話というよりもね、もうそれも多いんですけど、ちょっとこう元ブログにまつわる話が非常に多かったのがちょっと印象的でしたね。いやでもね、本当に皆さんバイク大好きっていうのが本当よくわかりますよね。まあ今日は天気も良かったんでね、比較的暖かく、皆さんとお話もできて良かったと思います。まあ今日はこの辺で、動画の方は終わりにしたいと思いますけども、またこういうね、他の元ブロガーさんとの、まあ、交流っていうのも楽しいみたいなんでね、できたら参加していきたいなと思ってます。それでは、本日は、いろんなですね元ブロガーさんも含めて、視聴者さんもどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ではさよなら。